ドレスデンのツビンガー宮殿付属武器博物館に展示されている両手持ちの体験ランツクネヒトの使用した両手持ちの体験ツバイヘンダーグレートソードはヨーロッパの武器の一つで剣の中でも特に大きなものを指す。ただし、史実の刀剣にはこのようなカテゴリーは存在せず明確な定義はない。史実上にも何に使われたのかすら定かではないような 巨大な剣が特注で作られたことはしばしばあり、その中には2 0 0トルを超えるようなものも存在した。大抵の通販デッドソードの長さは100から1 8 0トルである。グレートソードはその中でも大きなものを指すとも言えるが、見たものが大きな剣と思ったらそれはすべてグレートソードである。定義は極めて主観的である。こうした巨大な両手剣は、槍や、 ハルベルトの柄を断ち切るために特注されたのではないかという意見もある。例えば16世紀ドイツで活躍した傭兵部隊ランツクネヒトはツバイヘンダーと呼ばれる両手剣を敵兵の槍を切り落とす用途で活用した。教会や寺社には非常に長い刀剣が残っていることがあるが、これは戦勝祈願などで奉納されたものであり、実戦で使われていたものではない。 ファンタジーを主題としたテーブルトーク RPG やコンピュータ RPG、ライトノベル、漫画などではしばしばグレートソードやそれに類する巨大な剣が登場する。登場する作品を挙げれば枚挙に暇がないが、例えばグループスンのテーブルトーク RPG、ソードワールド RPG や同作と世界設定を共有する水のらのライトノベル、ロードスト当選期では グレートソードの名称が一般的な両手剣のカテゴリーとして登場する。また三浦健太郎の漫画ベルセルクでは主人公のガッツが扱う身の丈よりも巨大で重厚な葉を持つ剣、ドラゴン殺しが登場する。ありがとうございます。